あるぞこれ、皆さん、ね、こんばんは、向こうの八代です。そして女子とかはさ、ダンスター交換、それこそ教育者とか、ダンスター交換とかさ、学校のね、行く人とかもさ、楽しく、どんな、今日はこんな色にマフラーをつけていこう、それで頑張ろう、今日は好きな人にちょっと喋りかけて、じゃあ発売東京へ平和を聞いて、2538.5、ネットでブリーディングを続け中、校長の山下です。ノブとドミノのカップリングインストアライブツアーが来月14日からスタート。全会場を来場するとスクールオブロックの特製ステッカーをプレゼント。こんばんは、後藤康弘です。はい、はい、現在日ですからね。はい、そしてここからは3度目の登場でございます。自己紹介の方お願いします。ですね、
験うまくいってなくて、でもまだ試験がある人ね、何回も言いますけど、気持ち折れちゃったりね、確かに落ち込むとは思うけど、まだ残ってるんであればね、それはもう切り替えて大変かもしれないけど、いいメンタルでね、望んでいこう。まだあるし、本当にあるぞこれ、皆さんね、こんばんは、日本の八代です。そしてこう、それで頑張ろう、あ、今日は好きな人にちょっと喋りかけて、それでまた授業頑張ろう、そんな風にして女子も男子も一生懸命頑張っていただきたいなと思います。こんばんは、あいこです。完全にスクールオブロックテイストで臨んでいただきましてありがとうございます。でもすぐ帰れるから、高校時代とかもすごい楽しい、中学校とかね、いや楽しいですよ ね楽しい、楽しかった、楽しかった。留学はあとは勉強しなきゃなって思ってました。本当に本当に思ってました。センターなんですけど、ね、センターになかったりするのはいくらするのかなとかね、部活の前に帰ったのかなとかね、サッカー部だったんですけど、しながら部活したりとか、ささい、今思えばささいなんですけど、一言でずっと一日で帰ってきました。予定だったんですけど、なんか放課後に放課で
あったんですけど、その時に、あ、いました。その時に帳簿持ってなくて、で、なんかちょっと、なんか、あ、ヤッホー、あ、こんにちは、みたいな。はい、ヤッホー。ヤッホー言うたの？ヤッホーって言ったら、はい、そう。なかなかね、今このご時代ね、家族したいから聞かない言葉ですから、はい。でも一応ヤッホーかましたわけね。あったけど、普通にこんにちはって帰ってきて、そう、ヤッホーって言ったのに、曖昧なリアクション、こだわさなかったな。ね、なんかそれで、なんか、あー、なんかテストできたみたいな、あの、その、テスト、全然テストあったんで、みたいな会話して、で、そしたら相手がバイバーイって言って同じ一緒そのこ